こんにちは、ロクハです。それでは今週も1週間分の作り置き始めていこうと思います。この動画を見ればあなたの料理のレパートリーが増えること間違いなし。材料はですね、卵4つですね、あと春菊、小松菜、さつまいも、椎茸、人参、豆もやし、タラの切り身、長芋、豚と牛の合いびき肉、生姜焼き用の豚肉です。これ材料費は2548円でした。お安いということで、はい、では始めていきます。はい、それでは始めていこうと思います。まずはお湯を沸かす。山盛りマックスまで沸かします。おいで、ちょい待ち。でフライパンをどっちも中火で温めておきます。でここの豆もやしはジップロックに移して600ワットで4分チン。ほい、それで、あ、最後の1枚だった、大きいの。まあいいでしょう。切れた。で、大きめの袋に片栗粉を入れてさらにまぶしていきます。でこの後ね、別のやつにもまぶすので、まあ多めに入れちゃっていいし、だから大きい袋にしてるって感じですね。これだけ作るなら大きい袋である必要はないです。タラを、これはいかん、食べないやつ、空気を含ませてポンポンします。で片方、ちっちゃい方のフライパンにはオリーブオイルを大さじ1ぐらい引いて、もう一つの方はひき肉を焼きます。そのままで、もうちょいですね。このひき肉は最初はこう、この塊のままあまりいじらないようにすると、油があんまり出なくて水っぽくならないというか、美味しい感じに焼けます、経験上で次はこいつがすぐできるはずなので、その次に焼くやつを切っておきます。切るの時間かかるんでね。テープを取ったら外側というか皮をよく洗います。皮付きのまま使うのでしっかり洗ってください。で洗ったら水気をしっかり切って薄切りにした後細切りします。でもフライパンが温まっているのでタラを焼きます。余分な片栗粉は落としてください。いやね、こんな箸越しでも伝わるギシッとした感覚。あ、お湯が沸きましたね。ちょっとタラを焼いてから、でじっくり焼いていきます。お湯が沸いたので、炊飯器にお湯をそのまま入れの、卵をこのまま入れます。あ、割れたような音がした気がする。ほい、あちち。ほいで入れたらこのまま、保温してしばらく放っときます。まあ作り置き終わるぐらいにはいい感じになってるんじゃないかな。でフライパンのよりも先にレンジが開いたので、今日はねレンジ3種類作るので、先にとレンジのやつをやっちまいましょう。お、結構下が砂を噛んでますね。いつも洗ってから落としてたんですけど、汚れをね、ここね落としてからの方がこの噛んでるやつ取りやすいんじゃねと思って。あ、やっぱそうですよね、ガサガサ洗いやすい。ただその代わりまな板もちょっとざっと洗わなきゃいけなくなる。あ、めんどくさいな、どっちがいいかな。茎は1センチ、葉は 1.5 センチ。煮切ったらジップロックに入れます。入れましたらいつも通りレンジで600ワット4分。そしたらさすがにそろそろひっくり返しますか。塊のままいくとね、それでこういい感じにひっくり返したりするんです。ほらもやすと、そしたら多分すぐもうすぐ焼けるので、さつまいもはさっきも言いましたが薄切りにしてから細切りしていきます。いつも動画の最初の方はやることが多いのでおしゃべりがなくなりがちですね。それにそうだ、このお芋さんはお水にさらしたいんでした。だからもう早めに切らないといかんということで、ボウルにこのザルをね入れといてね、後で出しやすくするように、お水を張りながら、まあ、水をこちらを細切りにしていきます。斜めに並べといてこうザクザク切ってってやると効率が良いんじゃないかなと思います。
なんか今そんな気がしますね。タラをこの辺でひっくり返しておきましょう。はい、いいですよ。今日もいいね。はい、いいね、いいね。引き続きよろしく。はい、半分 OK と。で、もう半分最後ですね。全部切れましたね。で、ちょうどいいところでチンができましたね。チンの順番待ちが。さつまいもは 3,4 分さらしておきます。水にね。そろそろこいつらをほぐしてやります。その前に油がすんごいので取っときますね。すごい量ですね、油。これ普段普通に食べてたと思うと恐ろしい。できるかな、袋。まあ大丈夫か。もう一回吸い取っておきます。よし、このぐらいは残しておいてやりますか。うんうん、いい感じにこうお肉感があるところになったんじゃないでしょうか。そしたらここには料理酒大さじ2ほいで、みりん大さじ1、鶏ガラスープの素小さじ2と、お味噌、ノーマル味噌ですね、大さじ半分といったところですかね。これ前は甜麺醤でやってたんですけど、甜麺醤で作るより日本の味噌の方がうめえって気づいたので味噌にします。まあお好みなんでね。あれ甘味噌だけど、ご飯に合うのはやっぱりね日本の味噌ですよね。というわけでちょっとかき混ぜつつ、味噌を全体に行き渡らせつつ、タラの方もそろそろ味をつけたいので、これレモンを大さじ1ほど、火をちょっと弱めて、あ、入れすぎたね、弱めてる間に。しまったな。ほいで醤油小さじ1。わーわー、あ、崩れちゃった。よし、良いでしょう。お魚を入れるように細長いこのガラスの耐熱容器買ったんです。だけど身が崩れまくってる。ちょっとお弁当入れるときに工夫しないと。あらららららら、完全にばらけちゃったよ。はい、タラのレモン醤油焼きの完成です。はい、肉味噌そぼろの完成です。お湯を沸かして、先に沸かしとけばよかった、失敗。たっぷり沸かしておきます。で、大きい方のフライパンではさつまいもを焼くんですが、ちっちゃい方では椎茸さんを焼くので椎茸さんを切っていきます。切るのが終わったらね、このもやしとね、冷蔵庫じゃないレンジに入ってるね小松菜さん調理するんで、ちょっと待っててもらって、すぐ炒まるやつはねちょっとね切るのが追いつかなくてね、ちょっとことが発生してしまいますね。椎茸は石突きを落として、この間も言ったんですが、時短のコツは同じ作業を全部一緒にやることなので、石突きを最初に全部落とします。これで細切りにしていきます。こんな感じ。軸もまあそのまま、そのままでもいいし、こう落としてこうね薄く切ってもどちらでも良いと思います。後者にするか。ちょっとね、さすがにでかかった。今日の作ってる中に、てか材料紹介にこう芋が2種類あったじゃないですか。長芋とさつまいも。私いつもこう買い物をしながら何作ろうかなって考えてるんですけど、買い物に行く前に旦那にこう何食べたいって聞いたり、まあ、旦那と一緒に買い物行った時は買い物しながら、あ、これ安いけどどう、なんか何か食べたいものあるみたいな感じで聞くんですけど、今日は旦那が出かけるって言って一人で買い物行って、事前に聞いといたんですよ、食べたいものあるかどうか。そしたら、あの長芋のやつが食べたいって、こう先週作った長芋のだしわさび漬けと長芋の明太マヨ焼きが美味しかったらしくて食べたいって言って、おうおういいけど、私今週あのさつまいものきんぴらを作ろうと思ってたから芋かぶりになるよって話したんですよ。そしたら芋かぶりでも食べたいって、あ、そっか、じゃあ作ろっかって言ったら、後から生姜焼きも食べたいって言ってきて、あ、いいじゃんいいじゃん。もうあの旦那くんの希望通りのやつを全部お弁当に詰めたら、米、豚肉、生姜焼き乗って、芋、さつまいものきんぴら、長芋のなんかしたやつなんかしたやつって芋だらけになるよっていう話したんですよ。そしたら、芋だらけでも俺は芋が食べたいんだって言うんで、今回のね買い出しの内容になりましたね。だからこれはまた2種類に変化します。はい、というわけでですね、
椎茸が切れてまだお湯が沸いていないので、この順番待ちだったねもやしさんに味をつけていこうと思います。ごま油大さじ1、久しぶりに作るな。鶏ガラスープの素小さじ1、塩小さじ半分で、七味お好み、ラー油お好み、うちは多めで、口を閉じてよく混ぜます。ああこういうこともまああるよね、びっくりしたはい、豆もやしのナムルの完成です。よし、移し替えとこうかな。まあいっか。そんなこんなしていたらお湯が沸きましたので、さつまいもお湯じゃない水をのけて逃がしておいたら、あらあら焦げついちゃったわ。お湯で汚れを落としていきます。うん、焦げついたのはねお湯を入れながらヘラとかでこすればね取れるんで、もう一回必要ですね。よし、いいことにする。でキッチンペーパーで拭ったら、はい、ここにはごま油を大さじ1引いときます。でもう一個のフライパンもお湯でオフしてキッチンペーパーで拭いたら、こっちもごま油を引いていきます。今日はごま油が大活躍ですね。これ多め、大さじ2、しっかりこのさつまいもの水分を切ってあげて、このね水につけてたのはねアクを抜くためなんでね、まあこんなもんでいいか。温まるまでちょっと待って、待っている間に春菊さんを切っていきます。春菊も今日はレンチンでナムルにしてやります。っていうのも、まあ、あの旦那に食べたいものを聞いてはいるんですが、まあ、私も作りたいものがあるわけですよ。で今週は久しぶりに、あ、ビビンバにできるようなものを作りたいなと思ったので、ナムルをねたくさん作ることにしたので、レンチンナムル3つと、このね椎茸炒めたナムルと、あと人参もナムルにしてやります。春菊を、まあ、いつもの呪文通り茎1センチの葉を 1.5 センチに切ったらジップロックに入れていきます。ジップロックに入れたら小松菜とチンジ、600ワット4分。そしたらもう温まっていると思うので、椎茸丼炒めるのと、もうねこれテフロンが剥がれてきちゃってね、真ん中が焦げちゃってるのよ。そしてさつまいも多い小松菜はですね、こいつもナムルにしてあるんですが、海苔たくさん、これはお好みです。あ、食べないやつ入ってるまた、はい、でここにもごま油大さじ1、鶏ガラスープの素小さじ半分、わー、あれ前作った時何入れたっけ、塩、醤油、うーん、でも今回は豆もやしが塩でしょ、で春菊が醤油っぽくなるでしょ。こいつはちょっと甘みもありつつ塩みたいにしてみますか醤油入れてた気もするけど、まあこういう作り方もあるよということで、塩小さじ半分、いつもねちょっとお気持ちで作ってるんで醤油で作ってた気がするな、まあ多分塩も美味しいからいいか。というわけで調味料を入れたら、あら、しまってないわね。お、来たぞ。よし、よく混ぜます。いやこれねイメージは韓国海苔なんですよ、味付けだから、まあ塩でもいいでしょうとそもそもね鶏ガラスープの素が塩っぽい味なんで、はい、小松菜と海苔のナムル完成です。さつまいもをひっくり返して、こっちもちょっと面倒見てやって、お、レンチンできましたね。あ、ちち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 、そっか、いつもあれだ、レンチンできてすぐ放置してから、結構放置してから出してるから、この厚さを感じることないんだというわけで、春菊にはごま油大さじ1、鶏ガラスープの素小さじ半分、これは全部同じですね、どれもベースは。で、みりん小さじ1で、こいつは醤油、あ、ない、全然、小さじ1、口を閉じて、あ、一発で閉まってる、すごい。あ、嘘、1個入れ忘れ、こいつにはごまを入れたいんですよね。
ごまお好み。入れたら口を閉じてよく混ぜます。熱い熱い熱い。はい、春菊のナムルの完成です。次焼くのが人参と、人参はね、さっき流れるように洗ったんで水気を切ります。次にまな板も拭いとこう。こいつもさつまいもと同じように細切りにしてから薄切りにしていくので、まず全部細切りにしてやります。いやー、もうすぐクリスマスが近いじゃないですか。といってもまあコロナでどこにも行けないんですけど、うちもまあクリスマスそんなに重要視してるわけじゃないんですけど、せっかくイベントだしなんかやるぐらいで、ちょっとまあこじんまり毎年ちょっとしたケーキ買ってきたりとかしてるんですけど、今年はどうしようねって話になって、いや、どっかご飯食べに行ってもいいけど、いいけどもうみたいななんで今年は2人でケーキ作り祭り、何でも祭りになっちゃうんですし、をしようということになって、旦那はねあんまりケーキ作りとか料理ちょっとはするんですけど、そういうねあんまりしたことないから、まあ、2人でやったら楽しんでねえのっていうことで、クリスマスケーキ作りをねしてみることになりました。うわー、飛んだぞー、何気楽しむうちのクリスマスいつもなんですけど、そんなプレゼントも別に雰囲気で準備するみたいな、なんとなくこう一応あげるけどそんなに力入ってないみたいな感じなんですけど、今年ね旦那が自らなんか今年のクリスマス欲しいものあるって聞いてきて、お、今年は力入ってるなと思ったら、で私はワイヤレススピーカーが欲しいって話をしたんですけど、まあ聞いてきたし私もちょうどいいし聞いとくかと思って、なんか欲しいものあるのって聞いたら、俺 Kindle が欲しいって食い気味に言われて、あ、なるほど、自分が Kindle 欲しかったんやなと思ってちょっと面白かったですね。コンタンが分かっちゃったというわけで、もうお互い分かりきったサンタさんが来るっていう感じですね。 Kindle ね、どれがいいのかよく分かんなくて、まあ、Kindle 欲しいって宣言してくるくらいなんで、なんか欲しいものがあるんだろうなと思って、あとでもう Amazon のこのいろいろリストを見せて、欲しい Kindle ってこれみたいなやり取りが繰り広げられると思います。はい、人参が細切りできたら、これはね、量的に大きい方のフライパン、あ、違う、ちっちゃい方のフライパンの方がいいかな。まだお肉が待っているから、椎茸もうだいぶちっちゃくなってるからいいか。味付けしましょう。こいつはごま油でテラテラに炒めているので、鶏ガラスープの素をちょっと小さじ3分の1ぐらい入れて、締まらないですね。はい、締まりましたね。醤油、うっ、醤油小さじ1ぐらいで炒めます。はい、OK。ちっちゃいので入るかね、入るか。あ、余裕余裕。あ、エイムが悪いよ。よし、はい、椎茸の炒めナムルの完成です。で、これも、わー、ちゃんと沸かしたお湯なのにな。ジューってなるとね、テフロンが落ちやすくなるらしいんで、これをいっぱい繰り返してるとこっちのフライパンみたいになっちゃうんですよね。まあ自分が悪いということで。はい、で綺麗になったフライパンにはごま油を大さじ1入れて、もうフライパン熱々なので、ここには人参さんをザラザラと炒めていきます。あ、さつまいもいい匂いしてきた。もういいでしょう、全部火通ってるよね。そしたらここに、おっと、これじゃない、今切らしちゃった、すぐなだれが落ちる。料理酒を大さじ3ぐらい入れたら、あ、砂糖がない、蜂蜜にしましょう。蜂蜜大さじ1、なんかあれですね、大学芋みたいになりそう。インペラにしようと思って、醤油も大さじ1。よし、もう君は親子ごめんだぜ。よく絡めます。あー、ガターです。わ、これごまです。入れない予定だったけど、これはごまです。よし、 OK。 出してまた全部しまった、意味わからん行動をしてしまったまで。
すごいいっぱいできた。さつまいものきんぴら完成です。これ冷ましてパンに挟んでもうまそうで、ずっと出番がなかった豚肉さんを片栗粉をまぶしていきます。一番最初にした登場したこいつですね。重ならないように入れたい。まあこうやってバラバラ入れておけば比較的にね離れると思うんで、ポンポンしているうちに、はい、片栗粉をちょっと足します。先週片栗粉が袋が開いてて手が片栗粉だらけになる事件があったんですけど、それが今週平日の間にもまた1回発生して、もうなんかその時はもう冷蔵庫が片栗粉まみれになったんですよ。おいおいおいと思って、あ、お湯を、はい、ちょっとお湯を沸かすの忘れてたんでね、沸かしておいて、そう片栗粉まみれになったんで、もうこれは洗うしかねえなと思って冷蔵庫の中をきれいに掃除したんですよ全部。そしたらね、もうなんか新品みたいになって、冷蔵庫が、あ、掃除するときれいになるんだな、当たり前体操みたいな感じでね今とてもねピカピカで気分がいいんですよ。いや、これからも定期的に掃除しないといかんなって思いましたね、冷蔵庫。長芋は洗って皮を剥きます。ちょうどいいからここにとこ、毛がすごい、ヒゲがめっちゃ生えてる。よいしょ。1本は焼いて1本は漬物にします。すごい剥きづらい、ヒゲがいっぱい生えてるから。よし、皮が剥けましたら、ちょっと剥けたとこなんですけど、もう人参が結構焦げた匂いしてきてるんで味付けします。料理酒大さじ1。人参元から甘いので甘みはいいかなというところで、鶏ガラスープの素小さじ1と、1はお塩にしますかね。塩小さじ半分。あとは こっちじゃない、胡椒お好みで入れてよく絡めます。よし、 OK、はい、人参の中華炒め完成です。でお湯が沸きましたので、こっちも綺麗にするし、こっちもね綺麗にしていきます。まあ、結局ね油敷いて炒めるんで、まあ、大体この味の分が取れれば大丈夫です。あ、だるだるになっちゃった。ほい。でどっちも油を引くんですが、大きい方はサラダ油、こっちのちっちゃい方はごま油をそれぞれ大さじ1ずつ、大さじ1じゃないね、こっちは大さじ2ですね、引いて温めます。でちっちゃい方のフライパンでこの長芋を焼くので輪切りにしていきます。で切れたらもういいかな、焼いていきます。で全部重ならないようにはちょっと無理なんで、順番にこういい感じに焼いていきます。で残っていた長芋さんは最終的にジップロックに入れるんで、先に準備しておいて、やっぱ温まってきているので豚肉を先に焼くことにしました計画変更ということ でお肉を余分な片栗粉を落として、あ、全然粉ついてない。まあこういうこともありますね、仕方ない。じゃっと順番に焼いていきます。で山芋は皮をむく、長芋、毎回間違えちゃうな。っていうか山芋と長芋って何が違うんですかね。長い山芋は長芋になるのかなへりくつばっかりね。山で採れた長芋も山芋ですからね、きっとね。どういう定義なんだろう。あんまりね、私何度も言ってるんですけど、結構こだわりがないので、美味しければいいじゃんみたいな感じなんですけど、この間ツイッターでフォロワーさんに教えてもらうまで、桜エビとなんだっけ、小エビ一緒だと思ってたんですよねちっちゃい桜エビも小エビじゃないのみたいなさっきみたいなヘリクツこねてねそれもまあ、なんでそんな話が出たかっていうと、チャーハンをね作ってツイッターに投稿したんですよ。で私的チャーハンを美味しくパラパラにするコツは、乾燥桜エビを入れることなんですよね。いい感じにこう水分を吸ってくれるし、かつ音とうまみも出て、どっちも最高みたいな感じで入れるのがコツですみたいな話をしたら、小エビを入れるといいかもみたいな感じのリポをいただいて、私が入れた桜エビも小エビだと思っていたよみたいな
適当さがバレちゃう。で、山芋は、まあ、短冊切りでもいいけど、半月切りにしますかね。ああ、入りから失敗してよ。これは結局短冊切りになっちゃうかもしれない。あ、短冊切りになりますね。失敗。縦に3分の1に線を入れたら、そのままザクザク切っていくと、綺麗に切れますと。ほい、全部綺麗に短冊切りになったので、ジップロックに入れていきます。あ、うちのフライパン火ついてなかったわ。通りで全然焼けてこないと思った。いかんいかん。ほい、そしたらもう切るものないので、豚肉は概ね焼けたものから順次取り出して交代していきます。後でまとめて味はつけるんですけど、ね、大きいままお肉あると嬉しいじゃないですか。だからこんな極力大きいまま残そうと思って、このまま焼いてるって感じです。じゃあもういいかな。OK。で、長芋は先週はね、だしとわさびで漬物にしたんですけど、もっと簡単にやりたいなということで、久しぶりの塩昆布帳をね、一つまみ入れて、よく混ぜます。はい、長芋の塩昆布漬け、完成です。肉の面倒を見ながら、山芋をひっくり返して、このシャキッと感とホクッと感があるぐらいで、引き上げたいんですよね。油を引き直しますね。あと2枚か、入れちまいたいな。多少ね、赤いとこ残ってても後で味をつけながらまた全体に火を通すので強いので引き上げちゃう。お芋さんいい感じでは、うん、あーいいねいいね、美味しそう美味しそう。そうしましたら、こいつはいつもの料理酒を大さじ1、にんにく肉5センチぐらいで、醤油を大さじ1入れてよく絡める。熱い、飛んだ。はい、長芋のにんにく醤油ステーキの完成です。よし、そうしたらちょっとこのあと半分焼くやつを味をつけていくので、豚肉を全部戻します。で、砂糖がないので、代わりに蜂蜜を使うんですが、おー、蓋は焼かない。料理酒大さじ3ぐらい入れて、醤油大さじ1、生姜たっぷり。と、甘みで蜂蜜大さじ1ぐらい入れて、よく絡めます。ちょっと火を弱めてね。片付けをしながらちょっとだけ火をグツグツして、よし、もうそろそろいいでしょう。はい、豚の生姜焼きの完成です。そして忘れてないですよ、炊飯器保温取り消して、うん、もういいんじゃないかな。結構固まってるかもしれない。はい、温泉卵の完成です。これで全部できました。イエーイ。はい、それではね、1週間分の作り置き全部できました。で、ちょっと1個だけ補足なんですけど、温泉卵私作り終わった後、はい、これでも完成でーすってすぐ引き上げて言ってたんですけど、引き上げたらすぐに氷水で冷やしてください。じゃないと長持ちしなくなっちゃいます。はい、ということでね、気を取り直して完成品の紹介になります。イエーイ。はい、右上じゃないね、左上から、豚の生姜焼き、長芋の、ニンニク醤油ステーキ、人参の、なんて言ったか、中華炒め、さつまいものきんぴら、肉味噌そぼろ、温泉卵、長芋の塩昆布漬け、タラのレモン醤油焼き、椎茸の炒めナムル、春菊のナムル、小松菜と海苔のナムル、豆もやしのナムル。はい、以上、12品ですね。ちょっと12品もあるとね、これなんて言ったっけな、増えちゃってね、今ちょっとナウローディングの時間多かったんですけど。はい、ね。というわけで、1時間で12品ですね。頑張ったなぁ、今週も。
では最後までご覧いただきましてありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録とか高評価とかコメントで、こういう風に調理するともっと美味しいよとか、こういうのもどうですかみたいなのいただけるとすごい嬉しいなと思います。あとはこう友達とか知っている人とかにこういう人がいるんだよって知らせていただけるとすごい嬉しいです。はい、では最後までご覧いただきましてありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。